アーノルド・フォスター、アルノルド・フェルスターは、ドイツの植物学者、昆虫学者である、アーヘンの農家に生まれた。子供時代から昆虫に興味を持ち、近隣の昆虫学者、マイゲンのもとを訪れていた。11歳で父親を亡くすが、ボン大学に進学した。はじめ医学を学ぶが、自然科学に転じ、古生物学、動物学の教授、ゴルトフスのもとで学んだ。 コルトフスニキに入られ、貧しいフェスターを家に住まわせ、子供の家庭教師の仕事を与え、研究室の助手として採用した。ボン大学では、エーゼンベックやトレフィラヌス、ネーゲラートらからも教えを受けた。1836年に卒業後、前年に設立された高等国民学校の教師となり、同僚のヨハン・ハインリヒ・カルテンバッフ派と知り合い、カルテンバッフ派は、後に、 植物外中の分野で重要な著作を行うことになる。フェルスターはこの学校の教師を没する前まで続け、1850年に上級教師、1855年に教授の称号を得た。植物学、昆虫学を研究し、3度以上スイスを訪れた。多くの昆虫の種を研究し、寄生蜂の生態も研究した。ドイツ国内の昆虫に関する著書、 ライン地域のカブトムシについて、バーシクトデア・キャファーフォナデア・リンプリビンズなどの著書がある。昆虫学の研究に加えて、植物学の分野でも活動しビルトゲンの著書フローラ、デア・プラシスケン・リンランドに協力した。1843年にアーヘンにプロイセン・ラインラント自然史学会を設立した。この学会は後に、他の学会と統合されネイチャーヒーリシャー・ファーインデア、 リンランド・ウント・ウェスト・フリンズとなった。1853年に、ボン大学から博士号を送られ、ドイツ科学アカデミーの会員に選ばれた。フェルスターの集めた多数の標本は、ウィン・シ博物館やミュンヘン動物資料館に収容された。ホスターは、植物の学名で命名者を示す場合に、アルノルト・フェルスターを示すのに使われる。ありがとうございます。